緊急中日ドラゴンズ、もう行く。涌井どうした？中日涌井秀明が初回に捕まる、5番までで5失点。中日先発の涌井秀明投手が初回に2本のホームランなどで5点を失いました。涌井投手は、広島の先頭菊池涼介選手にヒットで出塁を許すとその直後、2番西川龍馬選手に6号にランを打たれ、試合開始早々2点を失います。その後も、ヒットと守備の乱れの間に1失点。さらにノーアウト2塁の場面で5番坂倉翔吾選手に甘く入った143キロのストレートを完璧に捉えられ、スタンドイン。1アウトも取れない間に5点を失う結果となりました。その後、6番林光太選手にもヒットを許しますが、7番中村隆弘選手はピッチャーゴロ併殺打。8番矢野雅也選手はキャッチャーゴロに打ち取り初回を終えました。この結果に SNS のファンは涌井どうした？涌井さんがこれ以上ないくらいボコボコにされてると心配の声を上げています。弱すぎる。悲しいな。中日が面白いことする。いや涌井くさ。まあ中日は昨日勝ったから連敗しなかったらええんやの精神やから。143キロのストレート？高校生並み。調子悪いか、どこか痛めてるか？木下のリードに問題？序盤で試合が終わったようだ。昨日忘れ立てられなくてうずうずしてたからな、今日はやってくれそうや。なんで中日はネタになるのに楽天はならないんや。涌井だから3点ビハインドは織り込み済み、こんなの取ってよかったとか言ってるアホどもはしね。昨日勝って気が緩んでたからな、ここらで負けてビシッと気合い入れ直さないと。立浪監督ビシエドは打撃の方はチャンスで1本出なかったですけど、ちょっと長い目で見ていこうと思います。守備面でいいプレーもしてくれましたし、ここのところ内野陣が乱れていたので、本人にも若い選手がたくさん出ているので内野陣を引っ張ってくれと、これからに期待したい。だがちょっと待ってほしい、キスしただけで行く女の子だと思えば可愛いのではないか。今日はもともとして試合やったし優勝を目指すにはこういう試合も必要。涌井はこのざまやし、あれはアホみたいな使われ方されて打てなくなるし誰も得しなくて草。立浪監督のな采配を。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。